と数日。キクちゃん、はい、なんで腰振ってんですか。いや腰痛いんですよ俺も。え、そうなん、はい、あの元気そうに見えるキクちゃんですら、はい、その体のあちこちに不調を兆してるわけですから、はい、今回この GS400L ちゃん、ね、はい、この子は1979年、はい、昭和54年生まれのこの子です。ですから元気そうに見えてもうご老体なんで、はい、そういうことですね、はい、でこの子とね今後ツーリングに行くわけなんで、はい、一から仕上げてあげようかと、そうですね、思ってるわけでございますが、はい、まずはキクちゃん、はい、いつも通りね、はい、外装をバラし、ね、何をやっていかなければいけないかというのをやっていきたいと思います。はい、で、キクちゃん、俺すげえ驚いたんだけどさ、はい、変なさ、ゴムバンドシートに巻いてあったじゃん、それ。はい、赤いの。はいはい、ねえ、はい。俺なんでこんなの巻いてんのかなと思ったら、これ、はい、キーついてないでしょ、シートロック。あ、そうなんですよね。はい。なんか、カタカタなんですよ。これ取れる？これ、だからこれが、うん、ほら。そうなんですよ。でしょ？ここにこれが引っかかって、こっち側が本当は何か、そうだからここに三発と同じシートロックがつくんですよ、はい、ですからね、はい、日本全国の、はい、ガレオコ視聴者の皆さん、はい、私はこの鍵がなくて、はい、ものすごく困っております。いやもらおうとしてるじゃないですか、はい、まあでもちょっとなきゃね、いやそうなんですよ、そして俺もびっくりしたことがあったんですキクちゃん、はい、こちらのエンブレムもないんですよ、はい、あ本当だ、はい、あれこっちありましたよね、こっちあるんですよ、こっちこれが L の純正エンブレムね。こっちがないんで、日本全国の20万人の慣れおく視聴者の方、これ大至急送ってください。いやありますかね、これね。いや、フォークでね、まあちょっと探しますけど、それでね、私、アメリカモデルであるから、はい、フロントホイールがでかくて、はいはい、まあリアが小さくなるわけですが、はい、GS400 本来ね、前後18インチなんですよ。はい、GS400L っていうのは本来何インチか分かりますか？鉄骨フェンダーに、はい、なんと書いてるんです。はいはい、あ、このシールですね。はい、もうタイヤですね、タイヤサイズ、フロント19インチ、はい、リアは18インチ、そうなんです。へ、しかしながらね、私はこれじゃ納得いかない、ケツを16インチにしようと思います。小さく、はい、まあよりアメリカンな感じ。そうなんです、今言ってるだけなんで、はい、いやもしかしたら前後18インチかもしれないですしね。え、あるんですかこれの16、あのね、国内の、はい、GS250L とかそこら辺のやつっていうのは基本16インチだったはずなんですよ、はいはいはい、ちっちゃいホイール私見たことあるんで、だからそこら辺を入れるなりですからね、まあ夢は広がりますけど、まあそうですね、まずは、はい、こいつにエンジンをねかかるようにしてあげなくちゃ。そうですよ、はい、そのパーツ云々はね、後としてまずこいつがこのまま走るのかです、ね、そうなんです、はい、じゃないと私の場合はいつも妄想で終わることが多いんで、ね、そうっすよ、はい、そうっす、あのいろんなことやる前にまずは走るようにしましょう、はい、そうです、はい、まずねタンクも外していきましょう、はいはい、ハンドルも、ちょっとこのハンドル嫌なんで、はい、とりあえず違うハンドルつけましょうかね。しかもこの人、はい、逆にしてます。え？本来これがこっちです。本当だ。へえ、なんでだろう。なんか当たるからあれとかし。あ、これで当たってる。それで当たってもうタンクへこんで、もう赤字です。本当だ。これは早急にハンドルなんとかしましょう。はい、え？あ、なんかタンクめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗。いいっすね。はい、ちゃんがまずはちょっとこのハンドル周りバラしてもらっていいですか、はいはい、そしたら私ちょっとね、はい、あの在庫のハンドルで似合いそうなのを探してください、はい、わっ、菊ちゃん、はい、アメリカのバイクについてたアメリカンハンドル、はい、もうそれでこれでよくない？それでいいんじゃねえかぐらい。え、これ普通にいいね、これお、すげえいい、わあ、なんかモサくてかっこいいね。いや、いいのすぐ出てきたな。いや、よかったー、やっぱ取っとくもんだね。そうっすね、ああ
けましょう。一気にこれだけで変わるな。じゃあまずこれをちょっと通さないと、あ、しかもこれ穴開けないとダメだ。あ、なるほど、はい、うちのお店で実は一番活躍してるのはこいつだから。ぴったり、菊ちゃん、ほら最高、最高だわ。わ、いいよ。いや、ちょっとだから CM 感やっぱもう出てきます。出てるでしょ、はい、これすげえいい、マジで。だいぶ来てますね。これ下向ければいけんじゃない、ね、ほら、あ、いけるでしょ。多分無理やりこう短いのにしてたんで、うん、中に配線がしまい込んであるだけなんです。すっごい最高じゃん。最高ですね。いけそうですね。なんかこいつさ、俺と出会うのが必然だったんじゃねえのこれ。いや、すぐ運命っぽくする。マジで。え、これもう完璧じゃん。もうこのまんま。もともとこのハンドルだったんじゃねえかぐらいだもん。先にハンドルだけ切ってたんじゃねえかな。本当だよ。わ、マジで完璧だこれ。わ、いいよほら。もともと本当にこのぐらいのハンドルがついてたんで。すごい。なんすか。どうしました。何か起きたの。このハンドルでしょ、はい、とっておきの持ってくるわ。え、あ、もうついにあれが生きる時が来た。なんすか、こんな完璧なやつ。いやいやいや、ちょっと待ってて、はい、どっか長年そこら辺に放置してあったやつがようやく今日だと思ったんだけど、それが今ない。これじゃないですか、これ。そう、はい、これどうよこれ。あ、これはいいんじゃないですか。いいよね、はい、このバイクのためですよ。めちゃくちゃいいでしょ、はい、これつけましょう、はい、わあ、ジャメリカン夢広がる。そしてね、まあ無駄なことだとは思いますが、はい、一度これにガソリンを通して、はい、エンジンをかけてみましょう。そうですね、まあかかんないけどね、さすがに、はい、いきますね。まず、あ、どうだ。おお、すごい、つきます。ニュードルランプついて、ライトもついて、はい、ね、はい、はい、ハイロー、ハイロー、ね、でこれはね、ここで常時点灯になってるんで、このスイッチを変えると、うん、オフできますから。あ、ウィンカーもつながってますね。これ後ろつながってない、後ろがね、もともと配線があれしてないんで。ウィンカーつけてないの、ね、セル回すよ。ということは、すべてが今のところ生きてはいると。はい、あれ、押してもさ、全然ニュートラのランプが消えないってことは、電気が来てないってことだね。それか、そのスイッチが抜けてるって可能性もあるからね。ヘッドライトの中に入ってるスイッチ。なるほど、うん、これはほら、これが抜けてたら当然エンジンかかんないじゃん、はい、アメリカモデルになるとさ、はい、このケースも鉄になるんだよね。あ、本当だ。それでヘッドライトもちっちゃくなんない。いいじゃないですか。ね、ねえ、こっちの方が俺もこれの方がいいな。やっぱり抜けてはないな。抜けてはないってことは、これがブレーキでしょ。これがブレーキ。意外と鈴木ってさ、はい、アース不良でセル回らなかったりするんですよ。単純な、単純な、うん、鈴木はね、このアース不良多いですから。ああ、ほら、やっぱり、スイッチに異常があるようには思えないですね。電気が来ないんだよね。おっしゃー、アースフリー。やっぱそれだけのことなんですね。ああ、こうでしょ、こうでしょ、ね、ボディアースとかで、だからここのだからアースが取れて、取り切れてないってことだね。それで菊ちゃんもう一回セル回して、はい、もう一回、もう一回、
こっから、ね、アース不良だから一回ここでボディにアースを持ってきます。反射っていうのは本当大変だよね。この一つのアースがダメなだけで回らないというさ、異常事態。特に鈴木系っていうのはめちゃくちゃ怪しいんで、はいはい、アース不良を起こしやすい。起こしやすい。だからあと配線がすぐ燃えるバイクも多い。アイス、アース不良で、いやよかった。よかったですね、うん。これでさ、エンジンかかってくれたらさ、もう言うことないのに。ないですね。知らないバイクってないですね。いい、GS なんですけど。そう、ただただ GS なんだけど、はい、やっぱりちょっと興奮するものがあるんですよ。違うものをね、なんかいじってる感じが。ちゃんとボディにアースを今通したんで。いいですね。これって天才なんじゃねえのかな。天才、天才です。エンジンはかかんないと、はい、全然ガソリンも漏れたりはしてこないですよ。そしたらちょっと待ってね、あれやってみろ一回。火が飛んでるか、はい、飛んでるか。そうですね。あ、来た。一滴も火が飛んでないです。飛んでないですね。はい、初爆ができてないってことは、はい、ちょっとポイントがね、はい、おかしいんでしょう。おー、なるほど。接点をまずはペーパーで軽くね、はい。いやー、バイク屋さんやってますね、今日は。はい。今日はね、もう。今日はバイク屋さんですよ。今日はバイク屋さん。いや、俺もうバイク屋さんですから。うわー、ポイントの中、これじゃ火飛ばないですね。あれ、なんか問題。火飛ばないです。何が起きてますか。はい、もう、ここの接点が腐食してるんで。はい、あ、そういうことですか。ここ。この間が、ほら。ああ、はいはいはい。ここの間を、要はあのペーパーで磨けば、はい、もうこれ一撃です。ほう、さすが。うん、こうでしょ。ほらね、今飛んでる。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、ね。ああ、そうか、そこ、はい、この間が腐食してるからなんです。すげえ、さすが。いやー、バイク屋さん。バイク屋さんですね。いや、今日今みたいなとこで味わってほしい。いつも知恵でやる。それだからバイク屋さんのことでなかなか味わわないですよ。自分がなんかいい例え出した時とかしか味わわないでしょ。クロス君いなかったからスイッチ入ってない。味わいのパターン忘れてました。味わいパターン忘れてた。接点の部分のサビというか腐食を一回全部削ると。そう、そうなんですよ。新鮮な鉄同士を。そう、なるほどな。ここで本当に小さいこのね、うん、これだけでエンジンかかんないんだから。そう、支えのことでね。だからね、本当にこういうとこも全部バラしてグリスアップからしなきゃダメだよね、本来は。このさ、はい、GS400 というバイクを乗る以上は、はい、今はね、はい、ウォタニとかいろいろ皆さんつけますけど、はい、やっぱりポイントを極めないと GS っていうのは乗れませんから。うん、はい、ポイント一つ、マフラー一つで吸い込みが変わるバイクね。吸い込みやすくするセッティングみたいなのもあるんですよ、やっぱり。はい、これっていうのがね、やっぱり GS を一度乗った人間っつうのは、はい、ここを極めないと。グリスをね、大事ですよね、グリスはね。やっぱ可動部分にはね、グリスアップが絶対必要ですから。どこがどう可動してんのかね、わからないと、どうグリス塗っていいかわからない。そうなんです、そうなんですよ、そこなんですよ。違うところ塗ってもね。そうなんですよ、ベタベタするだけですからね。そうそうそう、いや、そこじゃないんだよってなるから。よし、どこ、うん、で、もう一回やってそれ回してください。はい、行きます。うん、あ、飛んでる飛んでる飛んでる。あ、飛んでる飛んでる、強くなった。あ、いいですね。でエンジンかかればいいけど、はい、どうなのかな。でもチョークも上がりました。はい、かか
ウスケアいねえなやっぱり。主役もねえもんな。どうも。まあキャブが詰まってんじゃねえか。だから一回これエアクリーナー開けようか。はい。ここでしょ。はいはい。あ、でもそうでもないな。まだ。ここ一回外して。まだマシな感じですか。まあこれ交換してるっていうか、多分変な違うエアクリーナー入れてるね。本来はほらここがさグズグズになってるのが多いから、これはまだ一応使える。まだマシですね。使える。で、この中にこれを入れてプシューってかかれば、となると一回プラグ交換してみようか。はい、プラグもそんなに汚くないというか古くないようには見えますけどね。さあ、こういうのってもう見た目じゃないからね。少しずつやんなきゃいけないことがいっぱいあるんですけどね。というかさ、コンプレッション上がる。おお、一応怖い、怖いやつ。まあ、セル回るわけですよ。ああ、被ってるね、だいぶね。そうですね。はい、だいぶ被ってます。一応キプシャン、セル回してもらいます。回します。はい。ああ、バリバリ飛んでます。バリバリ飛んでます、ほら。はいはいはい。もうバリバリ飛んでて、はい、分からない場合は、キャブレターかもうコンプレッションフルですから。怖いな。でここで、測って、はい、コンプレッションがあるようなら、もう大丈夫ですから。はい、お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 い、ね、バリバリ、はい。もうバリバリですよ。はい、となるともう、キャブしかないですから。一応そっちもやろうか。はい、心配になっちゃうから。そうですね。行きましょう。おー、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。だからもうキャブです。そうですね。これはキャブ。はい、こんだけバリッバリだと、もう間違いないですよ。一つ一つね、こう潰していくという、ね。そう。だから私がちょっとね、今キャブをやりますから。はい。キクちゃんはその間に磨かない程度にホコリ取り。ホコリを、はい、うん。これさ、無駄なさ。はい。あれはしたくないね。無駄にピカピカにはもう汚いところが目立っちゃうから、はいはい。まあ、表面的な汚れを。そう、ね、よかった。楽しいですね。一回休みましょうか。はい、腐った匂いするけどな、ガソリンの。あ、癖な。いや、何です、うん、癖。これはもうよくあるね。キャブレターをよくいじる人だったらもうよくあるみたいですよ。古いやつはしょうがないやつですね。そう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 。もうキャブをばらしてますから、はい、ね、まずね、ガソリンが漏れてあれなんで、こっちのダイヤフラムから外していきます。これキャブとかばらされてるね。あ、そうですか。うん、ネジとか緩んでるもん、ところどころ。なんかいろいろやったってことですね、じゃあね。ね、確かにプラグもなんかね、緩かったです。緩かったよね、はい、ちょっとああいう風になってる俺ね、意外とバイクって好きじゃないんで。誰かがなんかね、やった可能性があるってバイクはね、ちょっとテンション落ちるというか、うん、あれこれ平気かなと思うんだよ ね、うん、ね。わあ、でもダイヤフラム綺麗だな。綺麗ですね、なんか、うん、あ、くっさだいぶ臭いよこれ、うん、ガソリンが腐ってるかどうかのね、はい、ほらもう緑色になってる。ああ、本当だ。うん。確かに。くっさ。いやいや、分かってるじゃん。うわあ。ほら。うん。ああ、これは、うん、期待できる汚さですよ。期待できる。はい。ほら。ああ、はい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 。期待できます。ほら、見て。ああ、だいぶあれですね。ね。これはエンジンかかんないやつです。もう。逆にこんだけ汚きゃ、はい、あ、キャブやりゃすげえ調子いいんだなっていう、ほうほうほう、そういうね感じになるんで。俺としてはいいですけど、明確にこれが原因だっていうのがね。そうです、そうです。
あー、はいはいはい、ガソリン入ってます。あ、穴開いてます。じゃあ、はい、ほら、ほんとだね。新しいのとか出るんですか？いや、今もう出ないんじゃねえかな。俺あの新品を昔山ほど取ったんですよ。それがまだありますから。鈴木はもうなかなか今出ない。もう鈴木さんには何にも期待してないですこれね、一回掃除してますね。へえ、はい、そういうのも分かるんですか？分かります。このところ汚れが2層になってて、下が きれいになってんじゃん。あ、本当だ、はい、これだから一回誰かが下手なオーバーホールをしてるんですよ、はい、ほうほうほう。ああ、やっぱり穴開いちゃってんだな。はい、よし、 OK。 でこれは私が分今から分解清掃入りますんで、はい、菊ちゃんは、はい、向こうをきれいきれいしていただきます。はい、ね、やりましょう。こういうのはやらない方がいいと。こういうなんかマフラーとか服ぐらいでいいっすよ。服ぐらい、服ぐらい。だからこれも最終的には首バラす、首ちょんぱ。で、着ていくよ。はい、そしたら、はい、キャブレターの取り付けをしていきます。はい、なんかところどころね、はい、いじられてるんですよ。インシュレーターのね、はい、ネジが1本取れてるとか。まさかとは思いたいけど、はい、あらー、え、最悪やん。え、こいつなんすか。ほら、あ、なるほど、ネジがもう折れてる。はい、はい、折りやがったんすよ。はあ、これそのままにしておったか。こういうのってドリルとかでやって取る。そうですね。これはドリルで全部揉んで、はい、ネジ山切り直す。叩いて取れる場合もあるよ。はい、どうだろうな。でもまあ俺はね、はい、今回どうしても先にエンジンかけたいんで、はい、エンジンかけちゃうんですけど。いいでしょう。それでまずね、マジかよ。でもね、私はこういうのめちゃくちゃ直してる男なんで。あら、これちょっとおかしいな。これも外れてんもん。あ、本当だ。これなんですか。これカムテンションなんですよ。エンジン平気。ちょっと怪しいよね、こういうのが続くと、はい、このバイクに対して不信感が出てきたな。すげえ、エンジンを今どうしてもかけたい気持ちと、はい、これエンジンかけたらやべえんじゃねえかっていう気持ちが入り浸ってんね、今。一回取ろうかな、これ。中身があるかも分かんないもんね。はい、あ、一応物自体はしっかりしてますね。マジ不審だな。不審ですね。あ、菊池先生、はい、あと10分で帰宅です。そうなんですよ、今日。はい、先生はね、バイク屋修行ですかとか見習いですかって言ってますけど、福ちゃんが多分一番働いてるんですよ。うちの手伝いをして、誰お子さんの撮影をして、それから自分の仕事行って一番忙しいんですよ、福ちゃんっていう人間。マイナスを緩めたし、緩める、はい、お、よし、入った入った入った、行きました。あ、今行きました。そしたらこれで一回キックをして、おかしくないか。おかしくないね。そしたらやってきますね。はい、ね、残り10分でエンジンをかけれるか。せーの、よいしょ。よっしゃ。そしたら菊ちゃん、はい、ガソリン君をつけてもらっていいですか。はい、これ、はい、なんか問題があるな、やっぱし。これめちゃくちゃ喜んでたけど、トラブル満載の事実かもしれねえな。いくらセル回しても、はい、ダメなのに、はい、キックでかかる GS とかもあんの。キック、へえ。いや、ほんとこれ不思議なんだけど、これ多分、はい、長年 GS いじってる人があれば、はい、分かるっていう人もいると思うんだけど、いや、これでかかるとは言えないよ、はい、本当に。
勢い的なのがやっぱ効くのがあるとか、ね、いやそういう可能性もあるんだよな。だからちょっと分かんない、ね、はい、おきたきたよ、すごい、やっぱ効く、効くのが勢いあるってことなんですかね。からもおそらくこれネジ空気吸ってると思うんですよ、はいはい、ほらもうネジ折れてて、はい、徐々に仕上げると、はい、よかった、いいスタートだったね、はい、いいスタート、いいスタート、ちょっと一時期はどうなるかと思ったけど、こっちはほら、やばい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 、いや、すごいな、でも横にキックだとかかるなんてね、いや、そうなんですよ、にわかには信じられなかった、そういう GS あるんだよ、いくらやってもダメなバイキック。そう、素晴らしい。その後一回かかっちゃったらもうずっとかかるんだよ。ラキシちゃん本当ありがとうございました。すいません、ちょっと早めに受けたりした。めちゃくちゃ調子いいよね。いいですね。本当調子いいよ。これすげえ気に入ったわ。どう？いいよね。ああ、いいっすね。ね。やっぱりでかいな。これ場合によってはさ、まあ、透明の風防つけたいぐらい。あそこにあるんだよ。アメリカの。アメリカ透明風防。ああ、なるほど、この前見てハイハイしたよ。どこ？すごいな。アメリカ透明風防。アメリカ透明風防。ほら、そんな名前かどうかわかんないですけど。どう？なんか。これはだからヘッドライトにこれ固定するんですよ。このバイクの仕上がり考えたらありな気もしますけどね。これもありな気がするわ。アメリカ透明風防だいぶ気に入ってるじゃないですか、名前が、うん、いやこれかっこよくない、下手したらあり、いわゆるナックルガードみたいにもなってて風も避けますね。そう、これじゃね、やっぱあるものはね、使っていってみて、そうで、走ってみて違うなと思ったら取りゃいいだけですから。いやそうだよね、はい、これと、はい、もう一個あるのが、はい、はいはいはい、アメリカ、はい、やばい香り。なるほどな。ああ。なるほどな。ちょっと待ってください。これタンクの色と一緒じゃない？全く一緒じゃない？これタンクの色と。これの純正なんじゃね？これなら違和感ないぐらい。しかもこれ、ちょっと見て、照英ですから。ちょっとどっちもやってみる価値ありますね。菊ちゃん。はい、もしかしたらこれありなんじゃないの、はい、ライトのサイズもぴったりだよ。マジでありかもしれないですよ。これだってウィンカーの切り口とか全部一緒だよ。ちょっと面白いな、いろんなものが。ダセーなこれ。
いやだからこそっていうね。そう、なんかアメリカンからはだいぶ遠のいた気がするけど、ね、やっぱ透明の方がいいかもしれないですね。一回その話で透明、透明の方がちょっと確かにこれ日本車っぽくなっちゃうよね、はい、ああついてるかついてないかわかんないよねこれ、はい、アメリカ透明風防ついてるかないな。マジでこれ乗ってどこ行くんかな俺。すごいな、こんなのをまさかコーストラインで作ることになるとは。